たか。はい、お疲れ様。はい、ビリパスゴール。ここで場内の皆様にご案内申し上げます。すでに皆様ご存知の通り、先日中日ドラゴンズ木下雄介選手が逝去されました。ここに木下雄介選手へ哀悼の意を表し黙祷を捧げます。皆様ご起立ご脱帽をお願いします。黙祷。お直りください。ありがとうございました。ドラゴンズはこれからも木下雄介選手と共に戦い続けます。
4番指名打者中村。キャンプ、そして実証からやってきたことをもう一回再確認して、後半戦に向けて、本を見つめ直した結果が、含めていいボールが集まったのかなと思いますし、いい結果になったのかなと思います。まだまだレベルも上げられると思うので、満足することなく、明日からまたレベルアップできるように練習したいと思います。今日は初回のマウンドでいつもと違う曲を使っての登場曲となりましたけれども、どんな思いで今日はマウンドに上がられましたか？まずは感謝の気持ちと、そうですね、本当だったら僕の後に、投げてもらいたかったっていう願いがありましたから、そうですね、使わせてもらいました。僕が打たれた時に何打たれてんねんって、いつも言ってくれたので、そのおかげで僕も次のところはしっかり抑えて、ゆうすけさんからナイスピッチングって言ってもらえるように頑張ろうって気持ちで毎回マウンドに上がったので、今日もヒット何本か打たれたので、上から、何打たれてんねんって、言ってるんだろうなと思いながら、マウンドに上がりました。まずはストレートでもっともっと押せるように、やっていきたいのと、あとはチーム一丸となって、目の前に試合一試合をしっかり勝てるように、やっていきたいなと思います。